はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ幼児教育支援 .com 動画版、本日のテーマ、子供に期待するなです。それでは西荻フレンドリースクール室長の今野由美先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ちょっと今ピリリとしたタイトルですけど、はい、いやよくね、まあ確かに子供が生まれたらまだちっちゃいうちっていうのは、いや絶対この子は医者にするんだとか、この子はこれから勉強させて、いい小学校、今いい小学校入れて、いい中学入れて、いい大学、いい大学入れて、まあいい働き、月曜、まあね、会社やら官僚やらにするんだっていう、まあ大体親が求めてることっていいとですよね。はい、でもね、面白いんですけど、こういう仕事をしてると、あの子供っていうものは 何百人と自分の真ん中、あれを通過していくから、そんなに期待したって絶対ね、この子血を見たら倒れそうになるのにとかねお医者さんになりたいって、ね、そういうタイプじゃないなとか、さ、官僚にとか言ってもそんな官僚になるタイプでもないしなとかね、そういうのってすごくあるんですよ。はい、で私なんかもまあ子育てをしててね、まあ上の子なんかそうですよね、3歳ぐらいで、あ、この人にはお医者さんも無理だけど東大も無理だなとかねもうすぐになんか食糧病なのか、そういうのすぐ分かるんですよ。はい、もちろん下の子に関してはね、絶対そっち系じゃないなとか思ってやっぱ2歳3歳で大体わかりますよね。どういうふうに頭がいくて、どういうふうに向いてるかて、どういう方向に向いてるのかなって言って、5歳になったら完璧なんかよくわかりますよね。はい、あとやっぱりお家の家計っていうのはすごく大きいし、なかなかね、医者の家系でもないのにお医者になるっていうのは本当に珍しいなっていう、よっぽど優秀だったのかなとかね、そのお医者の家系だから優秀とか優秀じゃないって意味じゃなくて、やっぱり父親の仕事、母親の仕事っていうのを見てると、なんかやっぱりそういう風になるんですよね。だから私いつも芸能人のお子さんが なんだろう、なんで羨ましくて芸能界に入るのかなってこうずっと思ってたんですけど、最近いろんな子供とかいろんなことに接してね、あ、やっぱり一番身近にある生活をしてるのが例えば芸能人だったりすると、私たちの子供がじゃあなるかって言うとそうじゃないけど、そういう生活を見てるからより親しく感じ、なんとなく自分もいいとこも悪いとこもやっぱ親を通して見てるから、やっぱりそれでもやっぱり なりたいなって思うのかなっていう、やっぱお医者さんの家系はなってる率高いですよね。親の背中見て、そうだから、その子供に期待するっていう、まあそれにしてもね、お医者さんにしても、いや、うちはこうこうこうだから医者になってもらわなきゃ困る、だから勉強もしてっていうふうにして、子供は何も感じてないって思っても、子供ってすごい感じてるんですよね。だから面白いんですけど、本当はいい子じゃない子がいて、だけどまあ外で親が見てないから結構暴れしても、家の中じゃ絶対しないっていうんですか。二面性があるんですね。二面性が、それはなぜかっていうと、うちの子はとっても優しくって、こうこうこうで親が何も言わなくても勉強するし、何でもこう一人で何でもやるってこういうふうに子供にこう言ってると、子供は親がそういうふうに言われちゃうと、そういうふうにしなくちゃいけないと思うんですよ。もっと言えば、そういうふうにしないと親に嫌われちゃうかもしれないってところまで子供って追い詰められるんですよ。だからそうするとそのことばっかり頭に渦巻いて、親の期待に沿おう、大体ね、親の期待に沿おうって思う子が半数以上かなっていうのを見てるとね、だからやっぱり子供にね、そうなってほしいってこう思うことがあっても、絶対それは子供には言っちゃいけないかなっていう。だからどこの大学とは言えないんですけど、私もまあ上の子はね、うちの新助は、うちはやっぱり教師の家系だから、教師になっては欲しいな、なんか人のためっていうか、そうやって人をこう教える人生に、なって欲しいなって思ってたんですよ、上の新助にはね。はい、でもね、
さ反発はすごいですよね、親と同じに絶対なるもんかって向こうは後で言ってはね、でもそうすごい反発をしたから、コンビニでアルバイトしてみたり、あのコンビニでアルバイトしたら袋詰めうまくなったし、ね、ガソリンスタンドでアルバイトして合わないなって私なんか、でもそれを真っ向から言っちゃいけないからね、それでもいいって言うんだったらね、まあいいかなとも思ったけど、でもそれもやってみて、車に興味を持ち、レンタカー会社にもなんか行って、すごかったですよ。そしたらなんか人柄がいいから入んないかって言われたんですよ。とかって言って、入んのかな、はい、こうやって私が思ってる教師の道を諦めんのかなと思ったら、なんなかったんですよ。そう言われたもんだからすぐに辞めて、はい、まあ、転々としてましたよね。そして最後に、そこの、養護施設のね、園長。養護施設の。そう、シスターとちょっとうちの母に用事があって、一緒にね、行動した時にうちの新助の人柄を見て撮ったのか、うん、来ないかって言われて、じゃあそこから子供と関わる仕事が本格的に、 それでもね、うじうじしてたんですよ、はい、それはなんかまだ私に抵抗があるのか、うんうんうん、でもお尻をしてやったら、それから13年そこに、勤めて、今は、ね、うん、養護施設の子たちからすごい慕われてるから、それはやめるなと、社会貢献にあなたやってるからっつってとどまったんですよ、ね、うん、だけどこの下の子はまあ他のことはいまいちだけど、でも音の出ることが好きだから、当然東大とかね、医学部とかね、そういう期待この音を出すのが好きなのは一体何だろうとか思いながら、最後まあ音楽をやるならと思って、やっぱり国立でってずっと私は思ってたんですけど、うんうん、それは一回も私圭介には、本人には言わなかったんですよ。でも自分の中ではどうしても自分も音楽をやってる身としては、まあ行くならね、うんうん、そこまで極めてほしいなってずっと思ってて、うんうん、で紆余曲折思ったのは小学校1年生の頃からだから、はい、それから12年、一言もその言わなかったんだけど、私の後ろからのコントロールが上手だったのか、はい、らしきことはしたら行きましたよね。ちょくちょく静かにアシストはしてた、ね、そう、静かにこうやって後ろからね、うんうん、やってはいたんですけど、まあ別な音楽大学進められたこともあったんですけど、とか思って、まあ私はそういうことがあったからちょっと決断できなかったんですけど、うんうん、ただそうなるように行ったら最後ね、ピアノ科ではなかったんですけどね、うん、でもまあピアノ科じゃなくてもね、やっぱりそれで極められたっていうことは、うんうん、でうちの子が、圭介がなんか合唱会みたいなのありましたよね、1年生の時に、あの時伴奏弾いたんですよ、はいはいはい、そこの大学で、ね、うん、おー、これで私の夢は叶ったピアノ科ではなかったけどだからピアノのうまいコンちゃんって言われてたんですよね、あの人ね。そう。だから、まあ、期待をするけど、言っちゃいけないっていうのがね。うん、子供のプレッシャーになったり、おもしになったりしないように。そう。うん、で、私、自分ではそこにね、はい、まあ、子供に期待するなっていうのは、まあ、なんとなくみんなを見ててそう思ってたんですけど、うんうん、すごくおかしかったのがね、強烈に私はそうだと思ったのは、うちに、勤めて、でいた結構若い頃から20歳ぐらいから10年間ぐらい勤めてたお姉さんがいたんですけど、はい、そのお姉さん、その方が結婚なさったんですよ、はい、それでお子さんができた時に真っ先に言った言葉がね、何だと思います？私はね、自分の子供が生まれたけど、子供にはね一切期待しないことにしてるんですって、あの若い美空ですごいなって、はい、思った時に、はあ、そうかって思って、私たちは知らず知らずのうちにそうやって子供をね、見てるうちに、うん、ああそうなんだ、子供に期待するってやっぱ子供もね、うん、窮屈っていうか、うん、親にこう言われてるからこう、うん、しなきゃいけないっていうね、うん、その若い先生が、うん、本当若かったんですけど、子供が生まれた時に、うん、私はね、子供に期待はねしないって言って、あ、すごいなって思ったことがね、あったんですけど、でもそれが一番子供が自由に選択をしながら
期待はしてないけど、間違った道に行かないようにして、私一番大切なのは子供が何をしたいかっていう、それを見つけて、ね、その道に子供を誘導するっていうことが、うん、でも確かにそれ大事だと思う。じゃないと何かあった時に、うん、俺はそういうふうに思ったんじゃないのになとかどっかで感じちゃいますよね、きっと。だからね、親が言ったからじゃない、みんな言われましたよ、うん、音楽なんかねやってね、うんうんうん、何も食べられないじゃない、うんうん、どうするのそんな食べられないことやってってはいはい、はい、あの当時ずいぶん言われたんですけど、でも食べる食べられないは本人が食べられないんだからね、別に食べられないんだったら食べられるように努力できる子供にすればいいんだって、うんうんうん、 そうね、それでも自分がやりたいこと、うんを曲げずにね、うんうん、やっぱりやらせてあげたいなっていう、ね、うん、ただそれがこうずれていかないように後ろからしていくっていう、ね、はい、だから子供がにあまり期待すると、例えば小学校受験でも、もうこの学校に入ってもらわなきゃ困る、この学校に入ってもらわなきゃ困る、お父さんもここなんだからって言うと、本当に子供って幼児でもやっぱり傷つくんです。あ、行かなきゃいけないんだ、行かなきゃいけないんだって。そうね、だからそれ以外の選択肢は全部外れになっちゃうってことですね。そうなんです、うん、私は全部落ちて、うん、うちの親戚にこのパパの学校しかもう残ってないってたった一言言ったことあるんですけどね、うんうん、はい、だからそれはたった一言たまに言う言葉だから、うんうん、そうかと思ったみたいなんですよ ね、 ね、それ常にそう言っちゃうと、うんうんうん、子供って面白いんだけど嫌になっちゃうんですよね。それもでも本当は私は言いたくなかったんですけどね、うん、はい、もうやけくそになったんです最後はもう。さあ、ということで、本当にちょっとした一言だったり、普段の関わりが子供にとって大きなプレッシャーになっちゃう可能性があるので、だから気をつけましょう。期待してても、うん、それはあまり口に出さないという方が、私は子供が伸び伸びと育つと思います。はい、ぜひさん、楽しみください。はい、ありがとうございました。はい、それでは教室からのお知らせです。西荻フレンドリースクールでは子育て幼児教育相談会を平日と土曜日に行っております。遅い時間でも対応可能ですので、ぜひご活用ください。ホームページの方には3つだったかな、火曜日は何時から木曜日は何時からとか書いてあるんですけど、あれは目安です。あそこに書いてない曜日時間帯でも対応可能ですので、まずはね、メールやお電話で、ご連絡ご相談いただければ、調整いたしますので、どうぞ、ご活用ください。体験授業も受付中です。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。遅い時間に配信する YouTube で分かる通り、割と、他の教室と比べて遅い時間まで対応できますのでね、極端な話すると体験授業でも、7時19時スタートとかね、19時30分スタートとかね、すごいと20時スタートとかね、そういったこともできますので、お仕事お持ちの方でもご活用ください。まああんまり遅いとね、子供の寝る時間とかもあるのかな。まあでも比較的柔軟に対応できますので、このあたりはね、うまくご活用いただいてご相談いただければと思います。連絡先です。電話番号が 03-3390-0750 番、メールアドレスは info@friendly-school.com です。教室では引き続き小学校受験、幼稚園受験、海外での教育、英語教育など幅広いテーマでお話をしてまいります。よろしければぜひチャンネル登録もお願いいたします。ということで本日も最後までありがとうございました。それでは失礼いたします。